3、2、1。皆さんこんにちは、長男のハヤトです。次男のハヤトです。三男の吉田です。佐藤三兄弟です。トントンダゴー。皆さん、なんと佐藤三兄弟チャンネル10万人突破しました。ありがとうございます。ということで、ね、今日拍手多いけどね、今日は10万人突破したということでね、スペシャルゲスト、ちょっとうるさいガシャガシャしてお呼びしたいと思います。どうぞ。はい、またお前かいだ。K-POP アイドルの佐藤萌歌くんです。よろしくお願いします。確かにあのネックレスの感じとかさ、髪の毛とかなんか色気づいちゃって、なんか俺たちよりもおしゃれになってきましたね。で、もう一人こちらの方にゲストいますよね。はい、ということでどうぞ。FG なんですけども、まあね、実はあのここに珍しくですね、うん、姉もいます。うわ、本当は3兄弟と思われがちなんですけど、5人兄弟なんですよ。そもそも5人兄弟ですよ。姉、3つ上の姉と11個下11、2くらい下の弟で5人構成になっておりまして、まあ、皆さん顔気になってると思うんですけど、まあ、大体昔から言われてるのが俺の髪の毛ロングバージョン、早く言ってるって言われてるんで、皆さんそれ想像してちょっと、せっかく5人揃ったし、まあ、うちの母も来てくれてるんで、ね、母がね、今回僕たちのために家でね、こう一生懸命餃子を100個してきてくれたということで、兄弟5人で餃子パーティーをしていきたいと思います。ということで、じゃあとりあえずやってきますか。3つを、okay、僕はやったことあるよ。言った、あ、声出演若干してくれました今。それ母です。早速やっていきたいと思います。せーの、ミスゴー。おい、そこで懸垂してる場合じゃないから早く来て。お、餃子100個来ましたよ。餃子来るから。うちの母は100万人突破したら顔出してたから。100万人出れないんだよ。そう、餃子来ました。え、これ手作りなんでしょ。そう、今日朝から食べる。作るのうますぎない？うますぎん？本気出しすぎ。家で作ってちょっとめっちゃ臭かったよね。え、これさ、あの100個作るのにどんくらい時間かかるの？なんか巻くのには1時間ぐらいかかったと思ってる。1時間。種作るのはまあ30分ぐらい。ありがたい。エンドレスおむつ替えとかやってきたあの母にとっては1時間の餃子巻き、あの楽勝か。楽勝なんですよ。早速焼いてっていいの？うん、焼こう。油敷く。油お願いします。入れてるよ、もう頭って。早く直しなさいよ。でも今日めちゃくちゃニンニクたっぷり入れてきたから。明日ディズニー行くのにね、臭くなるやん。いいじゃん。全然ニンニクたっぷりほどなんだほどうまいからね。よし、じゃあ並べて。え、これって油ってどうひこう広げるのないですか、うん、それで広げて。餃子で餃子で広げるのは箸とかないんですよ。箸。すいません、せかせかしていつもこんな感じなんですね。佐藤家めちゃくちゃバタバタしてるんで、いつも帰った時も。じゃあ行きまーす。これ広げてよ、油広げて、油油油油油。ちょっと揚げ切って。並べてよ、そこ。熱い熱い。そっちこっち。もう焼けた。もう焼けて。もう箸受け取って。わかんないよ。サイズ感めっちゃいいね。ヨシトが好きなグミみたいなの。餃子グミ。餃子グミ。よく知ってんじゃん、お前。いや、100個ってすごいよ、量だよ。なんか痛そうじゃん。何？一人20個は少ないな。え、確かに爆食系だもんで、うちの姉は。え、一人20個が少ないの？やっぱ男兄弟に囲まれて育ったから強い系女子だね。じゃあちょっと一旦焼けるまで待ちますか。じゃあサムネ撮っちゃおうよ。そう、いや、ひっくり返してサムネ撮った方が綺麗だと思う。ひっくり返せないよ。ということでピロ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 探してみよう。30分ぐらい、26分。サムネ撮るよ。早く早く。はい、ということで餃子完成。めちゃくちゃうまそう。めっちゃいい匂いするんだけど。焼き色もいい感じですね。食べてみますか。兄弟5人で、せーの、いただきます。懐かしい。めっちゃいいね。焦げ目めちゃくちゃいい感じだよ。めっちゃうまそう。ほら、これが手作りだもんね。このちょっとコンパクト感いいね。あ、こっ、うわっ、はぁ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 。いつからそんなリアクション芸人になった？うまっ。どう？あぶらっ、あぶらっ。食べるのめちゃめちゃ怖くなってきたんだけど。笑えないぐらい熱いよ。え、これでいい？ないんだもんさ。マジでうまい。とりあえずじゃあ3つで。足りなくなったら言ってください。やっぱりさ、具の味がさ、ちゃんとしてて美味しいわ。
うん、ちょっと俺も食べた。しかもなんか水を多めに入れたからもちもち感もちもちガチで熱すぎる。うわっ、やばい、やけどしてる。めっちゃ熱い。いつもの呼び方とかや、名前だからね。いつも名前で呼び合うもんね。ちなみにオーガもあやとはやとよしとだよね。ちっちゃい時は三つ子だって。そう、ちっちゃい頃はもう三つ子三つ子三つ子だね。まとめてたよ。でもそれってさ、いいとこじゃない？三人めんどくさいけどひとっくりで呼べるって。本当お兄ちゃんって一人しかいないからね。あ、どういうことか。そういうこと、ね、学校とかで友達ときとかにはなんて言ってんの？オーガ。そこはお兄ちゃん。オーガ。ウリピヨ。これ生姜も効いてるね。生姜もめちゃくちゃ入れてる。生姜効いてるし、豚肉のひき肉でしょ。あの多分こう見てくださってる皆さん、これ多分作ってあの食べてみたいと思うから、ちょっとなんか、あ、もう大したことないから、ほんと普通ノーマル。じゃあ今回はあの、ま、マルヒ。マルヒも何もない。ほんとに餃子の皮の後ろに書いてあるぐらいのレシピ。キャベツよりも白菜肌のやつ。白菜なんだ。甘い。結構甘いよね。コクがある。うん、コクがある。やっぱママの愛情が一番の調味料だね。気持ち悪い。すごい即答あったよ。え、じゃあさ、質問してこうよ、性格だから、うん、みんなもなんかいつも聞けないようなことさ、うん、一人一人の性格聞きたいかも。こういうお兄ちゃん、え、むずい。じゃあ、あやとはこう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 だわみたいな。あやとはこういう性格だわ。昔からこういうお兄ちゃんだったかもみたいな。あやとは、うん、まあ、バカ。二文字、うん、誰にでもそう言われるもん。だからさっきもだけなんか変な、なんかお兄ちゃんは普通は一人だからねみたいな、変な、うん、よくわかんない。なんかわかんない発言してる。だから理解できない発言をするよ。バカだよ。弟に言われる。どんなバカ連発じゃん。ハヤトは、性格悪い。全部悪いじゃんけ。悪いとこといいとこ言った方がいい。あ、そうしよう。じゃあ、俺の悪いところでね。悪いとこはバカ。うん、で、いいところは。いいとこはバカ。じゃあ、ダブルバカね。まあでも、あやとのバカって、マジで、いい部分もある、うん。いい部分もあるからね。お前さ、お兄ちゃんにめちゃくちゃフォローさせてるから、ね。まあじゃあ次、はやと。あやとはだから、性格悪い。うん、だけど、まあ、性格悪いからこそ、まあ結構ストイックみたいな。ああ。スマホの、あれ、ホーム画面に、YouTube チャンネル登録10万人みたいな。あ、書いてある。書いてある。おー。見てくれてんだ、そういう部分まで。ちょっと意外。最近はちょっとあの10万人から変わりまして。何に変わったの？俺もことわざが書いてある。なんだっけ？不機嫌は、不機嫌はなんだっけ？最大の罪であるっていう。お前。ずっとやってんじゃん。最近不機嫌じゃないだろ。本当に行動を起こせないタイプだから、うん、もうそのロック画面とかにして自分に見える場所に置いとくことによって。じゃあ自分でそう思ってるの？そうです。でもめっちゃイライラしてるよ。行動に起こしてないです。それは申し訳ない。全員からでも変えたんだから今度は変わるね。変わるよ。じゃあ次ヨシト。ヨシトがまあマシではマシではある。マシではあるぜ。一番あれでなんかお兄ちゃんっぽい。うん、何言って？待って。で悪いとこ。悪いとこはカマチョ。誰誰見してくる。俺の悪いことはあんまほとんどないってことなんですよ。お姉ちゃんお姉ちゃん。悪いとか。あ、そうだね。じゃあ、お姉ちゃんからして、あやとは、あやと、はやと、よしと。確実に、オーガよりも俺たちを見てきたっていう。そうそうだよね。どう考えても。だって2歳の時ミルクあげてたからね。ミルク終わったばっかりのお姉ちゃんが3人にミルクをあげてたからね。たけた？たけた。いや、本当に、まあ、理解者だよね。うん、じゃあ、その、お姉さんが思う長男あやと。もう一番、機嫌を損ねない。ああ、だから良くも悪くもこのまんまってことだよね。二人の中間役になってるところはあるか。おお、でもお兄ちゃんじゃん一番。でもあれじゃない。一番やっぱ会話してんの多いんじゃない？ここあのお姉ちゃんとだったら一番喋ってたかも。性格のやりとかもいつもあやとと。そう。性格は早すぎる。性格は早すぎる。だからここはバチバチするから。そうそうそう。だからあの髪俺の髪の毛ロングバージョンって言ったけど性格もこんな感じなんだ。そうなのよ。だから要するに。だってことで、性格悪いってこと。それ言ったら、隼人も悪口言ったら、自分の悪口言ってるってことで、そうそうそう。今から自分のこと言うから。じゃあ、はい、はい、はい、どうぞどうぞ。言いづらいっすね。隼人は、うん、ちょっとめんどくさい。汚
丁面。ああ。いいとこ言わせて。確かに、あの、お姉ちゃんも多分家とか行ったらわかるけど、結構綺麗だよ。家が。家が。ああ、整頓されてるというか。確かに確かに。肌も綺麗だしね。な、みんな意外と肌に気使ってるもんね。じゃ、逆に次、よしと。ちょっとなんか、あの、弟の大賀からそれ聞くよりもなんかちょっと、照れくさい感じするよね。照れくさいというか、ガチ、ガチだから、なんか、本当の晒しだよ。はい。怖いよ、ちょっと。晒したら大変なこと。全部を晒す。なるほどにね。よしとか一番難しいかもしれない。なんか分かりにくい、うん、一番分かりにくいかもしれない。わかる。わかる。何考えてんのか分かんない。意外とあの見てるみんなも多分そう思ってると思う。え、別にここ特化していいとか悪いとかがない。一番凶暴。あそれ筋肉ってこと。性格が爆発した時えぐいみたいな感じです。うわ、これは家族ならないあのじゃない、溜め込んで、そう、溜め込んじゃうんですよ、吉野溜め込んじゃう。テレビ壊したの誰だっけ。あ、それ私です。なんか、あれですよ。あの、ペットボトルぶん投げて、あの、穴開けたみたいな。大家族ならではのね、事件もいろいろあったんですよ、昔は。逆にさ、あの、うちのお母さんからしたら、なんか、誰の気持ちが一番わかるとか、あの、3人の中。わかるってやつ。全員わかる。なんか、インスタライブとか、例えば、何、ファンクラブライブとか、やってるとき、まあ、たまに見るんだけど、全員の顔見ただけで、今なんか、どんな状況なのかで、何考えてんのかわかる。そうそうそう。あれなんか、ヨシトちょっと不機嫌だな、みたいな。ヨシトの不機嫌さはちょっと、ちょっと、めっちゃ伝わる。痛い時もあるけど、まあ、ヨシトなりに考えてるんだろうなと思って。でもその原因は、そもそももしかしてハヤトが作ってんのかな、とか、思っちゃう。全部読まれてる。やばい。よく考えたら、大賀とはしてない気がするんで。あ、よね。やっぱ年離れてる。年離れてるから。離れてる。だってさ、大が生まれてくるのなんかそれこそ4人でも本当に楽しみにしてさ、誰が抱っこするかで喧嘩するみたいな。確かにそうだったね。だって、あの、洗濯カゴとかに大がのことを。あの違うよ、違う。なんか、毛布に包まれて、全部あ空いてるとこ、洗濯バサミで止められた。それ虐待だよ。でも笑ってたよね。笑ってた。リスめっちゃなんかきつかった思い出しかないんですけど。あれ、ゼロ歳だけど。ゼロ歳覚えてる。いや、なんかそれ覚えてるんだって。よっぽどきつかったね。かわいそう。ガチで覚えてる。ボールみたいに投げられたりしてなかった。あ、それは。キャッチボール。いや、ドッジボールでしょ。だからさ、俺らも初めての弟だったから、多分可愛くて可愛くてしょうがなかったんだよね。そうだね。でもこれ、年近かったら多分また喧嘩の元が一つ増えた。いや、そうだと思う。なくなりそう。もう一回、まだまだあと3回ぐらい焼けんじゃないか。ちなみにめちゃくちゃうまい。これ、ニンニク強めがいいね。あのね、一玉、あ、一、全部をひたすらみじん切りにしてる。あ、もう、チューブとかじゃなくて。チューブじゃなくて、生。この活動自体、どう思ってるの？少なからずともさ、やっぱ家族だからちょっとは影響出てるじゃん、何かしらは。うん、だから例えば友達にいっぱい聞かれたりとかもそうだと思うし。ごめん、聞かれないんだ。え？まだ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 俺全然。聞かれないし、動画も見てない。自分で。え？すいません。え？まだまだでしょ。でも昔からさ、パフォーマーになりたいっていうのは本当にちっちゃい。まあそうだね。普通の仕事ならできないんじゃない？逆な感じじゃ。あ、でも私はこういう仕事できるならどんな仕事でもできるとは思う。いや、ちなみにあの俺飲食店で高校の時バイトしたじゃん。あの引退してから、あのお客さんの前で全部つくねひっくり返した。あ、つくねになりまーすって言ったら全部バローンってもう5、6本全部ひっくり返して、あの店長に時給少なくするからねって言われた。まあでも誰でもそれはあるじゃん。今の活動に関してはさ、なんか思いっきりやればいいと思う。全力で、うん、でもなんか悩んだりしなくてもいいと思ってて、なんか運いいじゃん3人は昔から。確かに運の良さは感じるよね、昔から、うん、人に恵まれてるしさ、周りに集まってくれる人が必ず本当にいい人ばっかりだしね、皆さんばっかりね、うん、本当に皆さんも。だそれを信じてさ、自分のやりたいことをやっていけばいいんじゃないトウモロコシ食べて。トウモロコシに関してもさ、俺らあの小学生まではじいちゃんめちゃくちゃ畑で作ってたじゃん。めっちゃ食べてたよ。食べてた。チンしてて、自分で。そう。甘っ。あ、でもごめん、それは、山沢で99円で今日買いました。いや、うまい。懐かしい。山沢。甘っ。うん、うまい。うまい。うん、どうすんの、この締め。閉まんねえべは。うん。まあ、はい。何分動画撮った？落ち着いちゃったわ。22分。大丈夫だもん。うんうん。
エンディング撮ろうわ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、美味しかったですね。まだなんかね、残りはあるみたいなんですけど、ね、まあ、この後、家族みんなでね、つまみながら。家族みんなって、お父さん、そういえば、お父さんは今日ね、なんか、地域のお祭りで、焼き鳥焼いてる。あ、そうなんだ。じゃ次はあの、お父さんも含めね、え、顔出しやね。顔出しは絶対、お父さん確実 NG でしょ。まあでも、確実 NG だけど、まあ、見た目で言ったら俺じゃない。あやとりなんだよ、まあ、脳内で。脳内プラス、見た目も俺に似てたよね、一番。昔はね、今は原型とどめてないけどでも久々にあのやっぱりみんなとさ、うん、楽しい時間だよね、うん、いやなんかいろんな話出てきたしね、あの実際に、うん、聞いたことなかったもん。10万人突破もしましたし、これからもっと、うん、もっともっと数出していったらいいかなっていうふうに思うので ね、 そうですね。まあこの後は家族と一緒にこう餃子をつまみながらね、うん、せっかくでも言った同じこと言ったっていうことですよ。さっきも言ったけど10万人突破したということで、まだまだ1個だけ押して、うん、そういうちょっとしつこいとこあるよね、ライブとかの時は。あ、いや、ね、違う、3人とも、だからさっき言ったのにまた同じこと言ってたり、ま、だってさ、それ伝わってなかったらどうするんですか。いや、伝わりすぎてもうちょっとしつこいかもしれない時ある。すいません、ということでまた明日最初から通りじゃん。いや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 、まあ、ということでね、こういう個性豊かな佐藤ご兄弟でした。これからも3兄弟プラスね、佐藤家、はい、みんなのことよろしくお願いします、はい、ちょくちょく出演してくれるっぽいのでね、はい、よろしくお願いします、はい、佐藤3兄弟チャンネル、これからもたくさん見てください。お願いしますまただよ、こういうのもだよ、ね、はい、ということで今日の動画もいいなと思ってくれた人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、佐藤3兄弟でした。バイバイ。ちょっと、はい、ガッパー、餃子食うぞこれが一番おもろいわ。